とこの結婚式で受付をした。長テーブルで、横には、新婦側の受付の人たち。こっちは、順調に受付が進んでいるんだけど、新婦側はざわざわ。なんだろうと思ったら、新婦側のゲストのほとんどが手ぶら。つまり、ご祝儀を持ってきてなかった。受付に名前だけ書いて、スーッとスルーで席に着く。新婦側の受付の人は、やっぱり、親戚の若い人たちで、みたいになってた。そのまま、披露宴が始まっちゃって、新婦両親が来てすごい揉めてた。でも、その手ぶらの友人たちは、二次会にも参加するようだった。二次会の会場前に、新郎が泣いてる新婦をかばいながら、その友人たちのところに来て、無銭飲食はやめてください。食った分は払ってください。と毅然と言った。すると、新婦友人たちは、新婦ちゃんにご祝儀いらないって言われたんですけど、ってなる新郎と俺ら。新婦は、ぶんぶん首を振ってる。新婦友人によると、新婦は、これまで、友人から金を借りまくっていたそうだ。無銭飲食も常。後で払うからと言って逃げる。ブランド品の借りパクも常習で、返せと怒ると、汚れた状態で、放り投げて返してきたそうな。で、みんなでガーッと攻めたら、結婚式には無料で招待するから、すっごいいいとこでやるから、それで許して、と逃げたそうだ。それが学生時代の話。で、今、結婚式まで、その友人たちをシカトしまくって、いざ式をするとなると、呼べる人がいない。だから、厚顔無恥にも、その友人たちに招待状を送ったのだそうな。全員から、二つ返事で出席すると返事が来たので、もう許してくれたんだ。私の幸せを祝ってくれるんだ。と大喜びしていたらしい。新郎は平謝りして、二次会も無料で結構です。足りない分は僕が返します。と言って、いくらかを包んで渡していた。新婦は、ひな壇にちょこんと座ってた。帰り際に、新婦が両親に、結局、私は出さないままで済んじゃった。てへ。みたいに言ってて。両親も、この子は、もう、とかほがらかに返してた。新郎は高収入、親は資産家だから、確かに金には困ってないが。結局、半年で離婚した。入居先の高級マンションで、数尺詐欺を繰り返して訴えられたそうだ。もし離婚するなら、このマンションをちょうだい。と言ってきたそうで。お前、住民に訴えられているのに、このままここに住むつもり？と聞くと、え？売るよ、もちろん。とにっこり答えたそうだ。これで離婚を決意したと。財産分与も慰謝料もなし。別に特別若くもないし、どっちかっつうと、ブスの類の女なのに、どこが良かったんだかな。